しかし日本にとって極東有事の際の情報面での協力は場合によっては憲法に違反する恐れがあります。1980年代から情報協力を強化してきた自衛隊とアメリカ軍は現在情報を瞬時に交換できるシステムを備えています。データリンクシステムです。データリンクとは味方同士の戦闘機や艦船の間でコンピューターをつなぎそれぞれが集めた情報やデータをリアルタイムで共有するシステムです。これによって目標の発見を早め攻撃や防御を効果的にするのです。自衛隊の艦船や航空機はアメリカ軍と同じデータリンクのシステムを導入しています。日米が周波数と暗号を合わせればお互いのコンピューターがつながるようになっています。このリアルタイムで送られる情報はそのまま軍事行動に利用される可能性があります。防衛庁は台湾海峡の緊張の際にはデータリンクをつながなかったとしています。極東有事の際データリンクをつなげばアメリカ軍の武力行使と一体のものとみなされ憲法解釈上禁じられている集団的自衛権の行使にあたる恐れがあります。当時空母インディペンデンスを含む第7艦隊の指揮を取っていたアーチー・クレメンス司令官、クレメンス司令官は極東有事の際の日米の情報面での協力に大きな期待を寄せています。What Japan does not have is power projection forces, but they have complementary forces, where we have power projection forces. So we actually make a very good team working together. I would hope that where their presence is needed, they would be able to participate. And there's no question in my mind that they're very capable of doing that. 防衛庁元幹部は防衛協力がどれほど緊密か、それを測る尺度は情報面での協力だとしています。台湾海峡の緊張は極東有事を睨んだ日米の防衛協力の課題を改めて浮かび上がらせることになりました。軍事評論家のポールマン氏も言っていましたように、アメリカは極東アジアでの情報収集をより強化するために日本の協力に大きな期待を寄せています。日本が憲法に照らして許される情報交換とはどういうものなのか、今後極東有事をめぐる議論が本格化すればこの有事の際の情報交換の問題が大きな争点になるものとみられています。ここは沖縄のアメリカ軍普天間基地です。今この普天間基地の全面返還に向けた日米の協議が大詰めを迎えているところです。アメリカがアジアを舞台に巨大な軍事力を展開する場合欠かせないのはこうした在日アメリカ軍基地の存在です。沖縄の基地問題にアメリカが敏感に反応し基地の整理縮小の協議に応じたのもこのままでは在日アメリカ軍基地の存在そのものが問われかねないというアメリカの強い危機感からでした。では極東有事の際にこうした在日アメリカ軍基地はどのように使われるんでしょうか。再び3月の台湾海峡緊張の際の動きを検証していきます。台湾海峡の緊張の際在日アメリカ軍基地は補給の最前線として機能していました。長崎県の佐世保基地、当時この基地から空母インディペンデンスに補給物資が運び込まれました。3月17日空母インディペンデンスに佐世保基地から来た2隻の補給艦が横付けされました。燃料補給を受けるインディペンデンス、10日分の燃料およそ450万リットルが補給されました。乗組員のための食料も運び込まれました。インディペンデンスの乗組員はおよそ5200人、1日で清涼飲料7800本、ハンバーガーは2万8000個を消費します。野菜や果物は佐世保で調達されたものです。在日アメリカ軍基地は極東で活動するアメリカ軍にとって不可欠な存在となっています。
この頃、沖縄のアメリカ軍基地の整理縮小問題が日米の最大の懸案となっていました。日本は交渉の場で基地の整理縮小を強く求めていました。このままでは在日アメリカ軍基地の存在そのものが問われかねない。交渉に当たったキャンベル国防次官補代理は基地の必要性を日本側にどう説明するか対応を迫られていました。I think it's very important that the United States be prepared to brief the Japanese fully on aspects of our contingency planning and to discuss with them in detail and to consult with them in detail about security situations in the Pacific. 交渉で最大の焦点となったのは海兵隊のヘリコプター部隊が駐留する普天間基地でした。市街地の中心部にあるこの基地は騒音や事故の恐れなど住民生活への影響が大きいとして日本は返還を強く求めていました。この時普天間基地は台湾海峡の緊張に対応するアメリカのシナリオに深く組み込まれていました。演習開始から1週間後の3月15日、中国は第3段階の演習を発表しました。台湾の総統選挙を挟んで7日間、陸海空3軍合同の演習を行うというものでした。アメリカは新たな部隊の派遣を検討し始めました。沖縄の海兵隊司令部によると第31海兵遠征部隊に待機命令が下されました。第31海兵遠征部隊は沖縄のアメリカ軍基地に駐留する緊急展開のための部隊です。紛争が発生すれば真っ先に投入され足がかりを築く任務を担っています。アメリカは極東での有事即応体制を重視し、本国以外で唯一日本だけに海兵隊の基地を置いています。常に自らの居場所を明らかにせよ。第31海兵遠征部隊に所属する2000人の兵士は24時間の待機を命じられました。自動小銃や対戦車砲などの武器が倉庫から運び出され、兵士たちは携帯用の食料やガスマスクなど装備の点検を行いました。台湾の総統選挙を間近に控え、アメリカはより強い意志を中国に示す準備をしていました。待機命令は第31海兵遠征部隊を構成する各地の部隊にも下されました。嘉手納基地に駐留する垂直離着陸機ハリアーの部隊、キャンプハンセンの砲兵部隊、そしてこの時日米間で整理縮小の焦点となっていた普天間基地のヘリコプター部隊でも待機が続けられていました。 The specific actions we took were to take support equipment, things we need to maintain aircraft when we're on the ship, and supplies, and pack them up ready to be put back onto the ship in order to deploy to the Straits of Taiwan.So that they would be here ready to go if it was determined that we would go to Taiwan. 上陸作戦を支援する24機のヘリコプターには整備が施され、燃料が補給されました。普天間基地は台湾海峡の緊張に即座に対応できる体制を整えていました。普天間基地をめぐる交渉も山場を迎えていました。3月21日、ワシントンで沖縄のアメリカ軍基地の整理縮小に関する日米の協議が開かれました。アメリカが交渉の過程で日本に示した資料です。通常、普天間基地に駐留するヘリコプターは70機。有事の際はアメリカ本土からヘリコプターが運び込まれ、300機に膨れ上がることが示されていました。アメリカが日本に具体的な有事のシナリオをここまで明らかにしたのは初めてのことでした。
アメリカは有事の際の基地の役割を示すことで日米安保体制の重要性を印象付けようとしたのです。Although during the Cold War it was common sometimes for senior officials to suggest that the U.S.-Japan security relationship was the most important bilateral relationship in the world, the fact of the matter is during the Cold War it wasn't true, that there were a number of security relationships and political relationships that were more important. But the irony is now that we are in the post-Cold War situation,There is no more important relationship than the U.S.-Japan security relationship. アメリカは冷戦後も在日アメリカ軍基地の機能を維持し続けるという強い意志を示しました。今年4月、アメリカは普天間基地の返還に合意しました。しかし、日本側が代わりのヘリポートを提供し、基地の機能を維持するという条件付きの返還でした。台湾の総統選挙の前日3月22日空母インディペンデンスの監視活動も2週間を超えました。2隻目の空母ニミッツはシンガポール沖を通過、台湾近海に近づいていました。アメリカは中国の第3段階の演習の行方を注意深く見守っていました。台湾の総統選挙当日3月23日この日中国は大規模な演習を行いませんでした。2隻目の空母ニミッツは中国の演習海域に近づくことはありませんでした。沖縄で待機していた第31海兵遠征部隊も出動しませんでした。 We thought at that time having sent two carriers thereWe decided not to send any through the straits at that time, not because we didn't have every right and every international principle and law on our side, and the Chinese have no problem with our doing it, but we were trying to strike a balance, make clear what we were doing was not meant to be provocative, and it was felt as the situation was unfolding that having the carriers in the vicinity was sufficient. 台湾海峡は再び平穏な姿を取り戻しました。アメリカがその極東戦略を日本をはじめアジアの国々に見せつけた21日間は中国の演習終結宣言とともに終わりを告げました。3月18号至25号我军在台湾海峡举行的三军联合作战演习取得圆满成功，显示了我三军官兵优良的军政素质、高昂的战斗意志，表明我军完全有决心、有办法、有能力维护祖国的统一，捍卫国家主权和领土完整。中国の軍事演習から3週間後、極東有事も視野に入れた日米安保共同宣言が発表されました。台湾海峡の緊張はアメリカの思惑通り日本に極東有事を強く認識させ、さらに緊密な防衛協力を約束させる大きな動機づけになりました。そしてその中で浮かび上がってきたのは、アメリカの極東戦略の中に日本の役割がすでに欠かせないものとして位置づけられているということです。この秋、橋本総理大臣とクリントン大統領は共に再選を果たしました。両首脳は今後、日米安保体制をより具体的で確かなものにするために、防衛協力の強化をさらに推し進めていくことになります。